サウナのね、話とかサウナの話とかね、はい、しましたね。一緒に行けたらいいなって思いますね。行こうよ、はい、そう、あの今回あんまり2人だけのシーンっていうのがほぼほぼなくて、ね、やっぱそのユラと工藤の2人という、はい、でちょっと遠くからいるみたいな、はい、一緒の空間にはいるんだけど直接絡みがあるシーンってほぼほぼない、そうですね、なかったよね、はい、私服もおしゃれですし意外難しいですね、なんだろう。あ、でも意外と本当にあの結構静かでびっくりしました。なんかあの言葉を演技以外で喋ってるところ一回も見たことないので。喋ってるわ。本当ですか？え、おしゃべりしました。いや、なんか挨拶しかしてない気がして。静かですよね。寂しいなんですよね。ですよね。なんかそんな感じがしました。絶妙なね、いい塩梅のその訴えっていうか、そこがよくすごいいい意味で気持ち悪いなって思って、うわこの子やばいって勝手に思ってました。ありがとうございます。幸せで溢れる魔法、そう、概念じゃん、概念だね、哲学的だね。なんか幸せで溢れればいいなっていう願望ですね、僕の、はい、あの自分だけじゃなくという日頃から、はい、僕だけ幸せとかではなく、まあ僕もこういうお仕事してますから、みんなに幸せを与える仕事だったり、なんでその幸せを受け取ってまたみんなが誰かに行こうって連鎖していけばいいなっていう魔法です。なんか私利私欲の私利私欲の本当に反省しました。笑ってる時ですね。はい、笑いすぎてあの表情筋が痛くなる時間があるんですけど、はい、その時は、まあ、幸せだなって思います。